2年半ほど前から梅原さんが好きな新参です、うん、あ、これいいね。試合中やコメント欄で梅原さんへの応援コメントを打つと梅原信者として叩かれることがあります。別の選手を下げるようなコメントやキャラ批判、梅原さんのようなどは行っていないつもりです、うん、すごく肩身が狭くてコメントしにくいです。梅原信者が叩かれるのはなぜなのでしょう。なぜ梅原信者が嫌われているのか知りたい。また梅原さんを堂々と応援できる場所があったら教えてほしいです、うん、俗に言う梅それがそれなのでしょうか。梅それは怖くて見てないです。いろいろと情報がたくさん詰まってますけど。そうですね。結構これは、まあ、まず最初にお答えすると梅それは多分違いますってことと、そうですね、あとは堂々と応援できる場所っていうのは、まあ、ないこともなくて、ディスコードで一応そういうのがあるんですよね。なるほど。ああ、なるほど。うん、あるんで、まあそこに入ればいいんですけど、入る方法って今となっては、どうやって入るか。見たことあるか。え、すごいね、確かに。どうやって入るの。もともとはツイッチのサブスクだったよ。もともとはツイッチのサブスクでしょ。うん、そうですね。それが今だと、どうなんだろうね。でも、今でも稼働はしてるってことですかね。ツイッチサブスク加入すると、ディスコード連携で参加できますということを教えていただく。来ましたね。あ、今でもそうなんだ。今でもそうなんだ。あ、ツイッチのサブスク。あ、ツイッチのサブスクでいいです。はいはい、大丈夫ですか。これ見るだろうの配信中なんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫。まあでも、そこまで、そこまで言論を。そうですね。はい、まあいいでしょう。言論とか知らないけど。まあでも、言論をしてたんで、そこに行けばいい。そこに行けばいい。いや、でも、この、いや、俺これでも、逆の立場でも、俺多分、隠れ、梅下になりますね。俺が逆の立場だったら。隠れ梅下？隠れ梅下になります。絶対。こんなみんな周りが、あいつ、ダメだダメだって言ってる中で。だから、一大勢力って嫌われません？一大、まあ、うん。まあ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 、そうですよね。一大っていうか、最大勢力か。嫌われるでしょ、絶対。何にでもファンがいれば何にでもそれにアンチが生まれるっていうシンプルな構図なので、ね。だ大勢いるからうざいっていう。まあ、確かにね。大勢、うん、大勢いるから変なやつもいっぱいいるしさ、当然。うん、ってなると、その、そういうことですね。うん。その変なやつらが多いっていうイメージにもなるかもしれないし、わかんないけど。だから、隠れはすげえいるだろうなと思う。やっぱりね、うん、いや、過激派はやっぱ多いですよね。あ、そうなんだ。そうですよ。それはやっぱりそう。で、ハンサムは多分言いたいんだと思うんですけど。それは梅下に。今、責任がなぜか回ってきましたけどね。梅下に過激派が多いってこと？やっぱね、原理主義者とかが多くて、それは梅さんが歴史が長いからがまず一番大きいと思うんですよ。うん、で、やっぱ神の時代が長かったと、うん、そのやっぱ梅したんですよ、本当に、うんうん。で、確かにっていうのはあるなっていうの感じですね。他のファンとちょっと違うっていうのは、うん、まあ、うん、違う人がいるっていう感じは、まあ、実際そうだなというのは思う。うんうん、FGC の常識ですから、これは。いや、だから単純にさ、その自分それぞれ応援してる選手がいる中で、うん、数が多いとさ、こう、目立つわけじゃん、うん、そいつの応援とかが。ちょっとうざいよね。まあ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 。俺が例えば、その別な選手のファンだったときに、うん、うざいなって多分思っちゃうと思う。ま、うん、あ、あいつらの、いや、また梅下の野郎とも。梅下の野郎ともうぜえな、みたいな、うん。なる気がする、それは。まあ、うん。だからしょうがないよね。俺、そういうふうに思われたくないから、俺多分、その、最大勢力勢だとしても、俺多分黙ってると思う。そういうふうに思われるだろうなって思っちゃうな。大好き大好き I love you ってやらないってことですか？やんない、俺は。やれない。大好き大好き I love you ってやんない。大好き大好き I love you ってやんない。なんで繰り返されたんですか？もうイメージがね。苦手だね。なんかその、恥ずかしくない？うん、わかりますよ。恥ずかしいよね。レアな方が、お、あいつ2だなって感じですもんね。そう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 。うん。これはね、まあ、あるあるだとは思うんですけど、うん。ただなんかね、やっぱね、ちょっとね、だから、その上原信者問題はね、結構ね、多分根が深いですね、これはね。根が深いんだ。だから、根が深い。根が深いの？ファン活動だ、いや、だから、ファン活動だったらいいと思うんですよ、その。うん、やっぱり、まあ、例えば梅さんが負けた瞬間に相手叩きをするとか、ああ、なるほどね。っていうのが目立つと、最大勢力にして、うん、あっていうのが、多分一番の根っこにあって、だから嫌われるわけですよ。梅さん応援してて、畜生だったらいいわけですよ、梅さん負けてね。
だけど、まあ、梅さんがガイルでね、じゃあ、メナトに負けましたと、メナト下んねえ、ルークに負けました、ルーク使い終わってるみたいな話をするから、うん、だから嫌だっていうふうにこうなっちゃうんですよね。なるほどね。まあ、それは思うよね、多分ね。そうです。うん、で、やっぱりだから、そういう意味で肩身が狭くてコメントしにくいってことだと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり。まあ、しょうがない、数が多いとそうなっちゃう。しょうがないでしょ。しょうがない、しょうがない。しかも別に、この、うん、格ゲーの梅原って話だけじゃなくて、もう地球上のいろんなどこでもそう起きてると思う。どこでも起きてるやつです、うん、これ。そうですね。どうしようもないでしょ、これ。ただ、なんかやっぱり、その、一番いいなと思うのは、うん、まあ、その、多分 SFL とか見ながらっていう話だと思うんですよね。その別にここでコメントする分にはもちろんいいじゃないですか。うん、いや、そもそもみんなね、梅ちゃんとか言ってる人だけが集まるわけですから、いいんですけど、うん、そうじゃないと、そこで、やっぱなんか、梅原信者をクリーンにする活動をしてほしいですよね。俺に誰が違います違いますこの人悩んでるんだったらあこの方がこの方がクリーンにしたそれも違うくらいですか私がその別にその相手を下げないで梅さん好きをちゃんと言うよっていう感じ、うん、あ正しいファン、正しいファン像をやる活動がいいんじゃないかなと思いますけどねまあ難しいわねでもね無理だっていうか、無理だそれダメですかそれ無理だと思うよだから俺全然なんだろうしょうがないよねって思っちゃううんうんそんなだって無理じゃない、まあ、そこまで行き届かないでしょうん行き届くのかな、ね、いやでもねこのコメント問題はね結構ねいろいろありそうっすねああだってだって別にだってじゃあ俺が消えたらさ第3のさその狂信者が狂信者をそのつけてる人間が現れるだけの話でしょ。まあそうか、うん。別に同じことじゃない。いや、俺覚えてるのは、トパンガリーグが昔有料だった時あるじゃないですか。はいはいはい、はい。ニコニコ時代とか。はいはいはい、うんうんうん。あの時も、結構やっぱりそのコメントがやばくて全体的にそのトパンガリーグとかね、やっぱ結構えぐめだったわけです。まあ、有料なのに有料なのに、はい、ごめんなさい、無料の時。で、有料配信になった瞬間に死ぬほどクリーンなんですよ。試合を楽しめるんですよ。うんうんうん、だけど、なんか無料の時は、もう、用紙叩きから、関係ない、その、クゲーマーの用紙を叩いてどうする？いや、もうでも、そんなもん気持ち悪いに決まってんだろうなって。で、だからやっぱり1個は無料と有料があるなとは思うんだけど、うん、ただやっぱりもう1個思うのは、うん、結構他のジャンルの e スポーツも自分仕事で関わったりするんですよ。あはいはいうん、そうすると、うん、もう試合を見てないコメントがめちゃくちゃ多いんです。へえ。で、それに戻ると、だからもう本当見た目とかに、その話してたりとか、くだらない、このゲームくだらないみたいな話をずっとしてるやつとか、へなんか、うん、で、なんかそれを見たときに、あれ、なんか格ゲー界逆に健全説、ああ、まだ民、まだ民度がいい。その内容によって怒る人が多い、ほとんど。そのゲームの内容とか試合も、もちろん面白い。で、なんだったら、ネガティブなやつもそのすごいいい試合とか見るといいじゃんってちゃんと動くところがある、うんうん、だから結構もしかしたらそれでなんかコメントが育つみたいなのがあるとしたら格ゲー勢は実は結構民度いい方説はまあそれはでもね悲しい話をすると数が少ないからだよねそれな悲しい話するんですかでも数が増えたら結局民度が落ちるよねどうしてもねあとだ俺民度低いの結構好きなんですよそういう意味では逆に人が多いってことじゃんって思っちゃってまあそうか、うん、確かにそれはあるし、まあ、無造無造がいるから民度下がるんだけど、うん、やっぱヤングが少ないっていうのもあるそうそうそう年齢層でしょヤングマンかみんな丸くなったのかな丸くならざるを得ない年齢の人たちばかりが見ているという状況がそれはまああるよね年齢で絶対人間丸くなるからねそうか、ね、10代ばっかりが見るやつを見てそうね確かにいやだって小中学生がたらとどめること無理じゃないですか絶対そんなまあそうだよ無理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 うん、うん、まあでも俺は別に何だろうだからねこういうさこの質問っていうかマシュマロ送ってきた人みたいにさ、うん、ナイーブな方には辛いだろうね、うん、俺慣れてんのよそういうクソみたいな環境にヤジみたいなヤジとかその下品とかさ下品育ちです、ね、むちゃくちゃへっちゃらなのねてか、むしろ、もっと別に言い合えばいいじゃんぐらいに俺思っちゃう人間なの。どっちかっていうと。うんうん、お上品よりは全然そっちは好きだよ。すごい。だって、リアルで言われてるわけですもんね。
だってリアルで殴ってくんだよ。いやでも言うとかじゃない。ゲームしてて、誰だよこいつ神だって言ったやつはよとか言うの。ああそういうことね。言われてるわけじゃないですか。まああれは煽りだから、ね。出てこいよとか、うん。あれは煽りだ。あのと言われたら普通もうゲーセン行かないってなる。でもあれは冗談ってわかるからいいじゃないですか。まあ、うん、でもああいうようなことが普通にあるわけじゃないですか。いや全然だからリアルで言われてるのに比べると、まあそれ以外でもさリアルで言われたことあるけど、でも、うん、やっぱ全然リアルで言われるのに比べたら。うん、どうでもいいよ、本当にどうでもいい、コメントなんて文字じゃん、文字じゃん、うん、そう思えるようになる、受肉してねえじゃん、そうだよな、そうデータですからデータただの文字じゃんって思っちゃった、そう、俺はマジでどうでもいいな、これなんか普通にシステムでもうちょっとやってよとかって思いますけどね、いや俺システムで何かをしたら別のまたエラーの形が生まれるはずですよ。本人はもう悪口打ち込みまくってるつもりなのに。あ、でもまあだから有料にするっていうシンプルなシステムのあれがあるじゃないですか。まあ、そうか、なんかでもそれもな。そうそう。俺汚いなんかその。なるほど、うん。汚い部分もあるから盛り上がると思っちゃうからな。俺どうしても。じゃあまあ確かにいいじゃないですか。梅さんのディスコとかに入っての方が一番いい、ね。だからさ、俺思うんだけど、その梅原信者うぜえって言われて。たときに、なんかこうプラスに転換する習慣をつければいいかもしれないよね。はい、自分の中でね。うん。うん、どうやれば転換。いや、わかんないけど、なんだろう。どうすればいいんだろうね。はい、けどなんか。梅原信者うざい貯金とかですか。物理的にね。面白い。面白いね。言われたっつって。なんか今日言われたっつって。なんか肉食べていいとかね、そういうことやると、なんか言わないかな言わないかな。それいい、ね。拍手になんかそんな。それいい、ね。それいいね。言わないかなになるっていう、ね。あ、それいいね。それいいっすよね。採用。それでいきましょうか。採用、採用された。じゃあこの方の解決策、この貯金で。上原信者うざい貯金。嬉しいのかな。貯金よりなんかこう。あ、ご褒美？ご褒美？うん、お酒一本買っていいとか。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。うん、ね、うん、それまでもうそれを見るまで買っちゃいけないっていう。いい、ね、いいかもね。それで乗り切って。毎試合毎試合貯まりますからね、お金が。そう、そうですね。まあ何でもかんでも気の持ちようよ、こんな悪口とか。そういうことですね。何でもそう。何でもそう。本当に何でもそう。そうだね。うん。そうね。何でも気の持ちようだから。どうとでも。うん。